ウォルター・ロス・チャイルド動物学博物館所蔵のアフリカンサンドドッグの白製アフリカンサンドドッグとはアフリカ原産のヘアレス犬種であるアビシニアンサンドドッグ、ズールーサンドドッグ、A、ズールーサンドドッグなどとも呼ばれる。由来や実態については謎が多い。半野生とも良犬として使われるとも言われる。年にサンドドッ頭がアフリカから エジプシャンヘアレスドッグとして、イギリスのロンドン動物園に連れて来られた。現在の生存状況は不明だが、絶滅寸前か、すでに絶滅したと考えられている。イギリスのウォルターロス・チャイルド動物学博物館等に、剥製が収蔵されている。外見については、頭部に飾り毛があるとする文献や、毛が全くない個体の写真等、バラつきが大きく、剣手としてまとまりがあるかは、 はっきりしない。ロンドン動物園にいた3頭はいずれも欠場が多く、そこから狩猟能力に疑問も提されたが、それがサンドドッグ全体に共通する特徴であるかは確かではない。ウォルター・ロス・チャイルド動物学博物館所蔵の白星は黒を地色として灰色のブチの入った肌をしている。吠え声は短く鋭かったという。ありがとうございます。